はい、それでは、本日セミナー始めます。おはようございます。おはようございます。はい、ということで本日はですね、セミナーの内容、題名的には、まあ、今日確か LINE アットとインスタグラムだった気がするんですけども、急遽ですね、ちょっとミクシーの方を今入れていって、で、まあ、ちょっと長めにちょっとミクシーの方をやっていこうかなと思います。はい、ということで、始めたいと思いますけども、ですね、ミクシーか最初。ミクシーこういうの。はい、ということでですね、最初にミクシー集客の方についてお話ししていきたいと思います。で、今までですね、セミナーを受けていただいた方、他の媒体のセミナーを受けていただいた方とか、あとは受けてないけど動画見た方いらっしゃるかもしれないんですけども、大体その各 SNS をちょっともう一回振り返ってみてほしいですね、先に。で、なぜ今回ね、じゃあミクシーをメインというかで喋るかっていうのは、さっきも言ったけど、カフェ会ならミクシーが結構有効的なんじゃないかっていうことで、ちょっとテストした結果、結果が出やすかったんで、こういうふうにお話しさせていただくということです。で、業種とかによってやっぱり使う媒体によってやりやすかったり安くなかったりする時が本当にあって、それは本当に実際にやってみてテストしてみて、で反応が出てからじゃないとわからない部分が結構あります。で、まあ王道で、ブログとかね、Facebook とかありますけども、あの辺はほとんどのジャンルに一致する部分ではあるんですけども、まあ、Twitter とかミクシーとか、まあ後でお話しする Instagram とかっていうのは、まあちょっとね、癖が強めというか、なんかそのちょっと違うみたいな、そういう部分がありますので、一回その今までのおさらいと、まあ、全体像で、あとその中で、まあ、メリット、デメリットについてね、その辺をお話し最初にしていきたいと思います。まずですね、アメブロ。まあ、アメブロに関しては、ちょっとメリット、デメリットって書こうかな。アメブロ、はい、アメブロですね。まずアメブロ、まあ、メリットとしては、かなりの自動になる可能性があるということですね。まあ、自動になる可能性と、あと資産的に、教育がしやすい。濃い、もう教育とほとんど同じなんですけど、まあ、お客様が、濃くなる。濃いって難しいですね。毎回こうやってやるときやるの。お客様が濃くなる。はい、で、昨日まさにですね、小林さんからご連絡いただいたんですけども、まあ、Twitter でやり取りしていた人が、ブログを見てくれて、
で、まあ、信頼感が増してくれて、まあ、すぐ来るようになったと、まあ、こういうことがね、あの本当にアメブロとか起こります。それはなぜかというと、あ、これもう一つありましたね。 SEO に強い、例えば僕であれば大島良平って検索すると、まあ、ブログが一番上に来ます、まあ、次が YouTube か Twitter かな、そんな感じなんですけど、まず特性として、まあ、例えば Twitter の方で、まあ、連絡を取った人がいたとしたら、この人にじゃあこう、ね、アプローチをしてくれた時に、この人はこの人誰ですかってなるんですよね、基本的に。でこれを検索したりします。こうやって検索したり、まあ、あとはTwitter のそのプロフィール欄にこの URL をね載せておくと、ここにここが飛びます。誰だ、どんな人だろう。 Twitter とかではね、なかなか個人情報そこまでないですから、 Facebook とかみたいに。なんでまあこうやってこうクリックして、こうやってブログがバーって出てくるわけですね。で文章とかブログっていうのはすごいいっぱいいろいろ書いてありますから、それを見てもらって、もう勝手に見て、勝手に見てくれるんですよ、この人が。勝手に見てくれて、でこういうふうに何かこうアプローチをしてくれたときに、勝手に見てくれてるから、まあ、ここで信頼関係がね築けると、まあ、あと信用性があるし、まあ、ブログでねプロフィールここで作り込んだりとかちゃんとしてたりとか、いい感じの記事書いてたりとかしていると、あ、この人ちゃんとした人なんだなとか、この人なんかビジネスやってる人なんだな、自分よりはちょっと目上かなみたいな、まあ、そういう風に見せることができるんで、まあ、これがお客様が濃くなるっていうところですよね。あの本来であれば、例えば見込み、ちょっと消しやすいけど持ちづらいな、はい、まあね、そうですね。なので、まあ、今ちょっと小林さんの昨日のちょっと例を出しましたけども、まあ、僕もよくあります、これは Facebook だろうが。だからまあ全部やってることによって、私の場合は、Facebook で知り合った人がブログ見てくれたりとか、ブログ見てくれた人を YouTube 見てくれたりとか、そういうふうにしてたらぐる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 回ったりとか、他の媒体でこうちょ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 って接触した人たちがこうブログに集まってきて濃くなるというように、使うパターンと、あとはこちらですね、もうこの自動になる可能性があるって書きましたけども、これは、検索エンジンと SEO が強いので普通に検索した時にあの記事が出てくる場合があります。だからいきなりアメブロとかもね、あのいきなり2万アクセスとか1日で行ってとかするんですよ、たまに。僕も2週3週間前ぐらいに1回いきなり2万ぐらい行ったんですけど、無駄に。だから多分そのこのトップページ自体が見られたわけではなくて、その記事が何個もこうやってあるじゃないですか、毎日のように更新していると。でたまに例えばビジネス、まあ、ビジネスで、まあ、なんか成功する方法みたいなのを書いたとしたら、まあ、ビジネス成功で誰かが検索したときにすごいヒットした可能性があるとかね、記事だけでヒットするパターンがあるんですよね、あのブログの方は。だからいきなり検索エンジンでビジネスで成功する方法って誰かが入れた時に、こうやってわーっていっぱい出てくる、この辺にねたまたま出てきたとか、そうなると、あっって言ってピッて押すじゃないですか。あの検索エンジンの上位にあるブログとかって結構本当すごいアクセスなんですよ、実際。なかなかね、あの体験したことないかもしれないですけど、そこで表示されるとこうピッとブログに来てくれて一気にアクセスが上がるというようになって、ずっとそこにね、まあ、ずっといるわけではないかもしれないですけども、なるべく居続けられることによって、ずっとねそこから定期的にそのキーワードで入ってくるようになるんですよ。そうすると、まあ、自動になる可能性が高いということですね。まあこれとこれはほとんど似たような感じですね。まあ、資産になるっていうのはもう一つの要素としては、あ、まあ記事とかね、あの僕いつも言ってますけど、アメブロで書いた記事を他の媒体に、ね、コピーして やっちゃえばいいですよっていうふうに言ってますけども、まあ、アメブロさえ書いてしまえばね、他の媒体に投稿することは簡単ですので、
その辺でも資産になるし、そのね、今までずっと毎日書いてきた、コツコツ書いてきた記事をまとめてね、無料でなんか配る、ね、やつにしたりとかすると普通にコンテンツになります。あとはこのブログの記事書いたやつを動画で喋るとかね、だから本当にブログさえ書けばもう何でもいろんなところに使えるというふうにできます。まあこんな感じですね、とりあえず。でデメリットとしては時間がかかる。まあね、なんですか、結果が出る前にちょっと時間がかかります。ブログはね、なかなかそもそもやることも多いですね。ブログはやることが多い。ツイッターなんかね、アカウント作ってプロフィール写真貼ってバナー写真貼ったら、でなんか適当にちょちょちょってツイートしたらもう終わりですから、ほとんどね、他にやることはありません、ほとんど。ただまあインスタとかもそうですね。まあでもブログに関してはもうこういうふうになったら、これね、ヘッダー画像も作んなきゃいけないし、プロフィール写真も、ね、やらなきゃいけないし、あとプロフィールっていう欄もありますから、1ページ丸々ね、プロフィールっていう別のページがこうガーってありますし、これに好きな食べ物とか趣味とかね、書く場所もありますし、このね、サイドメニューとかね、いっぱいあるんですけど、こういうところの、ね、配置を変えたりとか、あとはその読者数がね、あったりとか、いろんな人にコメントもメッセージもできるし、なんかペッタとかね、いいねとかシェアとか、ね、いろいろ機能あるわけですね。だから、まあ、面倒くさくて取り組めないっていう部分と、あとカスタマイズとか、ね、あまりしない状態だと結構一般的なものになってしまう、なんかテンプレート的な感じになっちゃうんで、まあなんか逆に逆によマイナスになる可能性もある。マイナスのブランディングですね。マイナスのブランディングになってしまう可能性もあるってことですよね。例えばその何ですか、成功とはみたいなね、つぶやきをツイートでめちゃくちゃしまくってんのに、ブログのね、アメーバブログでカスタマイズ全くしなくて、テンプレートのままで、で、なんか広告外せるんですけど、アメブロって1000円ぐらい、月1000円ぐらいで、広告ね、外してなかったりとかすると、その成功してんのにカスタマイズ代も払えねえのかみたいなそういう思いません？そう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 、まあ、あとね、成功してるのに広告月1000円ぐらい払えよみたいなそう、そういうのね、気づく人もいますので、逆にマイナスになってしまう可能性もあります。だからまあブログは、まあ、こういうデメリットとメリットがあるっていうことですね、うん。まあ、あとはここのアクセスが、アクセスが上がりにくい。あとね、プッシュができない。プッシュマーケティングができないということですね。Twitter とか Facebook とかだったら、もういろんな人にメッセージブワーって送りまくったりとか、フォローブワーってしまくったりとかして、で直接メッセージのやり取りをして、そこからアポにつないだり、その何かに集客したりっていうのは直接できるんですけど、アメブロはね、できないんですよ。一応メッセージって機能はあるんですけども、ではいついつどこどこで待ち合わせしましょうとか、文章を送信した瞬間に消されます、基本的には。あと URL 貼ったりね、メッセージ上で、あとは LINE に、よかったら LINE 交換しましょうっていうメッセージを送信した瞬間に消されます、基本的には。だからアメブロはあくまでもこう会ったりするのは結構難しいですね。その代わり記事でこういうふうに LINE アット登録とか、メールアドレスに登録してくださいと、ここからやってくださいっていうので、向こうから来た場合は大丈夫です。ただ直接メッセージをやり取りして会ったりすることはできないですね。一回やってみてください消されましたってなりますから、ね、そんな感じ。
です。まあアメブロに関してはこんな感じですね。まあ、メリットはね、他にも一応いっぱいあるんですけども、この辺にしときたいかな。あとはいくわ。まあグループとか、ね、コミュニティが多いですね、アメブロは。そう、コミュニティが多い。何々グループ集まれとかね、何々したい人。この後ミクシーも話しますけど、ミクシーもありますよね、こういうコミュニティみたいな。Facebook もあります。コミュニティがある。まあ、コミュニティがあるっていうのはかなりでかいですね。やっぱりその、例えばカフェ会であれば、カフェ会、なんかお茶好きな人とかね、コーヒー好きな人みたいな絶対あると思うんで、そういうところを行って、そこに参加してる人たちに普通にこうペタ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 ってなんかいいねとかしとけば、まあ、見てくる可能性高いですよね。単純にまあ見込み客見つけやすいっていう部分ではアメブロは本当に結構いいです。まあ、その代わり自分から、メッセージ送信とかしても会うところまではいかないので、動線をしっかりね用意して申し込みこちらとかね、LINE はこちらとかやっている状態の記事を携えた上でこうポチポチしたりね、しないといけないってことですね、アメブロに関しては。だからまあ結構、手間がかかるし、ちゃんとね、まあなんていうんですかね、その店舗ビジネスみたいな感じですよね、アメブロに関しては。普通にお店開いてちゃんと商品を用意して動線ちゃんと作ってからやらないと結構アメブロは難しいっていう感じになります。はい、ではそんな感じで次行きましょう。次はじゃあ Facebook にするかね。はい、次は Facebook の、まあ、メリットで見ていきます。はい、Facebook のメリット、デメリットで、Facebook に関しては、まあ、そんなにデメリットはないかなっていう部分もあるんですけども、まあ、メリットとしては、アメブロと違って、まあ、準備がしやすいですよね、これも。これも実際ね、適当にちょこちょこってやって、まあ、写真入れてちょっと投稿すればすぐできますよね、 Facebook に。あと友達、友達感覚、まあそもそも友達っていうボタンの概念なんで、結構みんな心許してくれるというか、そのなんていうの、ちゃんと顔をね、基本的には出してくださいというやつだし、まあ、結構つながりやすいっちゃつながりやすいですね。みんなこうメッセージ送っても返してくれたり、確率が非常に高いです。まあ、あとは拡散力がかなり高いです。拡散力が高い。基本的に Facebook って、1いいねされてると、10リーチされてると言われてるんですね。例えばその1いいねしてたら10人プラスアルファで見てる人がいるっていう計算になります。なので100いいねある人とかっていうのは1000人いいねしてる人プラス見てるってことですね。10倍、いいねしてる人プラス、あ、含めて1000人ぐらい見てますよっていうことです。あのニュースフィードとかね、ありますね、フィードが。なんかこいつ誰だとかたまにね流れてくるってことあると思いますけど、それが大体その自分のつながっている友達の、ただね、その友達の情報発信したものが
コの人のニュースフィード流れてきたりするので、なので、これぐらいリーチされてるよっていう感じです。だから拡散力は Facebook は非常に高いですね。あとは、まあ、Facebook じゃなくて、ブログぐらいですね、そのメッセージやり取り消されちゃったりするのは、アメブロぐらい。あとは別に全然 Facebook とか、ね、直接メッセージしても大丈夫ですし、まあ、友達ポチポチしたりね、フォローポチポチしたり、全然それは可能です。あと Facebook は何かあったかな ?Facebook。あ、Facebook もね、コミュニティがありますね。Facebook ページとかね、Facebook グループとか、友達5000人作ろうグループとかね、あると思うんですけど、まあ、そういうコミュニティがあります、それもね、Facebook もあります。あとは、詳細がわかるかな。基本的にかなりの詳細が分かります。あの Facebook は、現住所とかね、みんな最初に登録する欄が絶対登録するとみんな登録してくださいって出るんで、順番を追ってね、もういた大学、いた高校、あとは生まれたところとか生年月日とかね、全部見れます、基本的には。なので本当にこう 見込みのお客さんを特定することが簡単です。Facebook に関しては例えばその東京で活動をしていて基本アポを取ったりとか、まあ、対面でね会うことを目的としているようなビジネスであればあるほど Facebook はかなり有効ですよね。そのだってもうその人が住んでるところも分かりますし、もうタイムライン見ればね何してるか大体分かりますし、年齢まで分かってしまうということで、もう例えば趣味がね合うような人をそういうふうに趣味があって、住所が近くてだけでもかなりもうメッセージを送るだけで返ってくる確率が高いですよね。もちろんそこに何にもつながりが ないと結構シャットアウトされてしまう場合あるんですけど、あとはその知り合いかもとかね、友達の友達ですみたいなね出てくると思うんですけど、そういう人にアプローチしたり、あとはペットとかね、ウサギ飼ってる人がいたら、まあ、ウサギ飼ってる人がいたらっていうか、そんなわかんないかもしれないですけど、まあ、もしかしたら検索エンジン、Facebook 検索っていうところで、まあ、ウサギってやったらね、ウサギ大好きコミュニティとかであるかもしれないですね。そういうところで、行った時に、自分もなんかウサギの投稿ちょこちょこやってれば、あ、この人ウサギ好きやんだみたいな感じで、こう繋がりやすいと。で、さらに現住所もあるから、見れば分かるというようなデメリットがあります。デメリットに関しては、結構海外のプラットフォームですから Facebook っていうのは基本的にちょっと手続きが若干ややこしいですね。続きっていうか、まあ、アカウントがロックされちゃったときとか結構ややこしかったりします。規制がちゃんとしてる、ちゃんとしてる、厳しい。アカウントも結構すぐロックされちゃったりします、下手なことをするとね。なんか友達申請しまくったりとかポチ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 しまくったりすると結構すぐアカウントロックかかってしまいますし、その後ね身分証の提示とかも必要になります。その辺で結構規制が結構厳しいですね。 Facebook の場合はどん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 実名じゃない人はロックされちゃったりとか弾かれちゃったりします。次は、まあ、ビジネス色が結構強めですね。そもそもアメブロはビジネス商業利用禁止なんでビジネスしないでくださいっていう風になってるんですね。
ただまあ Facebook の場合は別にそんなの別にどっちでもいいですよっていう感じなので、まあ、あの Facebook ページとかね、あの商業利用用のやつもあるぐらいですから、基本的にはビジネスしてもいいんですけど、ビジネスしてもいいよって言ってる代わりにやっぱりビジネスしてる人が多くなりますね、必然的に。なんでまあ一応、まあ、ライバルというか、その結構同じようなことをしてる人は割と多かったりします。なんかあんまりね、あと、ね、普通の人って言うんですかね、普通の人があんまりいないですね、意外と。結構あの会社員とかの人ってあんまりこう顔出ししちゃいけないとか、副業しちゃいけないとか、なんかこう結構一般の普通に働いて普通に生活してる人ってそんなにアップしないじゃないですか。フェイスブックアップすることはあんま別にないし、どっちかっていうとその見てるだけみたいな人が結構多いんですよね。だからその比率的にあんまりこの登録だけはしてるけど、こう発信はしてる人がいないんで、その本当にこう何にもしない人を見つけたりするのは結構難しかったりします。なので結構ある程度何かやってる人とか、結構まあちょっとメリットにもつながるかもしれない、結構アクティブな人が多いですね、 Facebook は。だから作ってとりあえず放置みたいな人はあまりなかなかいない。 Twitter とかこれから話しますけど、 Twitter めちゃくちゃ多いですよね。なんか機械もあるし、デメリットとしてはそうですね、なんかその結構ビジネスしてる人が結構多いっていうのですかね。まあそんなに Facebook は、ないと思います。デメリットの方は、まあ、やればやるだけって感じですかね。次は Twitter です。ちょっとなんだかんだ時間かかっちゃってる。ちょっと早く。ツイッターに関してですけども、メリットとしてはかなり、まあ、規制が甘いってことですね。基本何しても大丈夫です、ツイッターに関してはね。やってれば分かると思いますけど、それでフォローしまくったとしても別にその制限かかんないし、凍結とかね、まあ、1日400フォローぐらいでねしても全く問題ないですから、だからツイッターの中で何しても OK。だから逆にその代わり、さっき言いましたけれども、何しても OK な代わりもビジネス職が相当強いですよね。Facebook よりも強いですね。なんかもう自動ツールとかもありますよね、Facebook。ツール運用とかもある。ツール運用ですね。ロボットみたいにひたすらつぶやいてるね、ロボットで設定してボットとかね、聞いたことあると思いますけど、ああいうのはまあアカウントを作って、そういうそれ用のボット専用サイトとかあるんですけど、そういうところに登録して、このツイッターアカウントに対して、このね、例えば僕が誰か名言みたいなのあるじゃないですか、有名な人の名言みたいなのを100個ぐらいね、こうどこから取ってきて、でそれをこうバーってこう入力して、この100個のツイートを1時間以内にこう全部ランダムに繰り返すとかね、設定ができるんですよ。でそれをポチッと押しておくと、その1つのアカウントでこう1時間ごとにこうポッポッポッね、ってね、ずっと永遠とつぶやくことができると。でこれはね、自動フォローツールとかもあるんで、そういうのをこう合わせると、こう何個もね、何十アカウントも誰か作って、アフィリエイト用にね、ブワーってやったりするわけですよね。そういうのがたくさんあるんです。だからなんか結構直接こうやメッセージをしたりするとかっていうのは結構ね、数をしないといけないっていう、ね、デメリットがありますね。数をする必要がある。まあ、その代わり手軽ですよね、かなり。その代わり手軽です。もう本当に Facebook よりもね、圧倒的に手軽ですよね。
もうアドレスとパスワードさえ突っ込めばもうすぐねアカウントできてしまいますから、ツイッターに関してはね。でまあ写真撮る時にピッピッとあってね、もう終わりです。なので手軽なので、意外と意外といろいろ初心者の人が多いです。ビジネスしてない人とかが、まあ、とりあえず手軽に、なんか誰かのツイート見たいなとか、なんかビーって登録して、なんか見る専用みたいなね、やってる人とかも結構意外と多いです。あとはまあメリットかデメリットか分かんないので、真ん中に書いておきますけども、まあね、ツイッターは若い人が多いですね、基本的に。年齢層の若いです、ツイッターは。基本的に10代から。30代ぐらいと言われてますけども、10代から20代から、ね、非常に多いですね、ツイッターは。もうもはや高校生とかもね、ツイッターは多いです。やっぱ高校生、大学生とか中学生もたまにいます。なんかね、あのビジネスしてるんですかとか言って質問したら、あのもう中学生ですとか言ってね。でも将来起業考えてますか、すごいっすねとか言ってね。たまにする会話ありますけども、本当に普通に中学生とかね、あのいますんで、ツイッターに関してはまあ若い人が多いですね。あとはそのちょっとさっき言ってなかったですけど、 Facebook には確かに30から40ぐらいが多いのかな、30か50ぐらいが。そのアカウントによってもね、そもそも今なんでこうやって話してるかっていうのも、アカウントによって、SNS によってね、属性が違うっていうことをお話ししてるので、その年代みたいなところもね、把握してほしいです、ぜひ。ツイッター、まあだからざっくりとツイッターが10代、20代、Facebook が、まあ40代前後。で、アメブロはあんまないですかね、結構最初対応なんで。まあそういう感じです。なんで、その、例えば事例としては、さっきね、このビジネスによって使った方がいい媒体があるとかね、言いましたけども、以前僕のクライアントさんの一人で、そのグローブ、オーダーグローブの専門店みたいなのを受け取ったことがあって、そこの方は Facebook の Facebook ページとかね、めちゃくちゃ集めてて、あの1万8000リーチとかね、あったんですよ。なんかともあのいいねもすごい1000、2000、3000とかあって、でも Facebook 全然取れなくて、お客さんがね。で、結局最終的にはまあ結論から言うと、ツイッターからすごいヒットして、もうツイッター集中的にやるようにしたんですけど、それなぜかというと、まあオーダーグローブがね、そもそもあの中高校生大学生に需要があるということですよね。で、そもそもそのビジネスをね、ターゲット選定っていうところに結局行っちゃうんですけど、でまあ僕コンサル入った時に、その人は、そもそも社会人野球のお金持ってる人のでターゲットにしてたんですよ。そうそうそう、オーダーグローブって結構高いんですよ、その辺のね、あの野球やったことある人。あの結構ね、ミズノとかね、普通にその辺で買うと、あのスポーツショップで買うと、まあ安いのは1万円から2万円とかね、買えるんですよね。ただまあオーダーグローブとかになると、やっぱ自分でね、こうオリジナルを作るわけですから、あの4万とか5万とかかかるんですよ。そうだから高いから高校生とかね、買えないだろうと。だからまあ野球、草野球をやってるね、社会人の人とかにアプローチしていこうと思って、その人は Facebook やってたらしいんですけど、まあ、全然こう反応がないということで、まあいろいろリサーチした結果、結局は、大学生、高校生でもお金ないけど、何かそうオーダーグループつけたいなってなって、でお父さんに買ってもらうっていうのが多かったんですよ、調べたらね。そうで、あ、なるほどと思って、じゃあその社会人じゃなくて大学生と高校生に絞ってね、ターゲット絞って、まあ確かにその人たちはお金ないけど、最終的にお父さんに頼んでもらうように仕向けようという感じでやったら、すごい問い合わせが殺到したんですよ。で結局そのコンセプトを用いて Facebook アプローチしても、やっぱ Facebook ダメだったんですよ。
んまり良くなかった。それでツイッターやったらめちゃくちゃこう申し込みに来たんですよ。それはなぜかっていうとこれですよね。若い人が10代から30代が多いからです。だからそのコンセプトとビジネスと使う SNS によって本当にかなり反応が違うっていうのは、そういう事例でした。で次はミクシーの話です。またメリットデメリットの話から少しお話ししていきますけど、ミクシーに関してのメリットは、まあ、そのコミュニティー、これもあります。コミュニティーがありますよね、ミクシーも。なんか 何々好き集まりとかね、まあ、LINE が出たら LINE の友達を増やす仲間集合みたいなイベントとかもする できますし、まあ、この後少し話しますけど、まあ、インスタグラムとかね、できたらインスタグラムで友達増やそうみたいなの結構すぐできやすいですね、まあ、あのミクシーの場合は。なのでコミュニティがあるっていうのはかなりでかいところだと思います、ミクシーに関しては。あとまあミクシーも手軽ですけどね、まあ、ツイッターほどではないですが、なるっていう分と、あとはね、結構年齢、年齢層は、まあ、30代ぐらいじゃないですか。結構、多いですね。まあ、逆にですね、ミクシーって実際昔に一世風靡したSNS なんですけど、もう今、廃れてると言われている中で、それでもやってる人っていうのは結構ね、個性が強い人が多いですね、ミクシーは。で、デメリットでビジネスしてるのが圧倒的に多いです。ビジネスしている人が圧倒的に多いのは他の SNS と比べてもやっぱ一番じゃないですかね、ミクシーの場合は。それはなぜかというと、規制が今まではですよ、あの制限が緩かったんですね。まあ、制限が緩かったんで、めちゃくちゃいっぱい送ってもそんなにあの規制かからないですよ。だからビジネスしてる人がね、多いっていう部分があって、ミクシーに関してはね、1日100メッセージぐらい送れるんですよね。そう、まあ、今はね結構100とかやると結構規制かかっちゃいますけど、あのミクシーをね、なんかずっと全然変わってなかったんで、何もミクシーだけあんまり。 Facebook とかね、メブロとかはミクシーより前にありましたけども、なんかいいねつけたりね、フォローつけたり、いろいろね、Facebook 真似したりとかね、ほとんど、アメブロなんかね、ほとんどみんなの作りまくってるんですけど、Twitter のね、フォロー機能とか、いいねとかね、そう、めちゃくちゃやってるんですけど、そういうのをやらずに、ミクシーずっとね、同じパターンでずっとやってたんですけど、最近こうちょっと変わってきました、少し。ちょっと規制が激しくなって、まあ、こうビジネスしてる人たちをね、こう淘汰しようと努力してます、はい、なので今ちょっとね制限少し かかってますけど、でまだビジネスしてる人はあとね、とりあえず圧倒的ですね、まあ、かっこネットワークが多いです、定期的に多いですね。そうだからまあ集客するって言っても、お互いセールスするみたいな感じでバトルになりますね、基本的にあったとしてもね。僕も一時期ミクシーすごいやってた時ありましたけど、まあ、大体こうバトルになりますね、セールス合戦ですね、基本的には、はい、セールス合戦をして、はい、お疲れ様ですって言って30分ぐらいで帰るみたいな
そういう風になるのはこれデメリットです非常に。そう、ただそのこうカフェ会はこういう人もねいっぱい呼べるからこういう人の方が来るかむしろっていうことで、まあよく考えたら確かにミクシィいいんじゃねみたいな感じになったんで今回お話ししていくんですけど、そう、まあ、この人たちがまあいっぱい来るのでカフェ会に関してはね人数が来れば来るほどね基本的にはそれだけでいいんで別にセールス合戦にならないしとりあえず参加してもらえればいいというビジネスですのでカフェ会に関してはね、なのでミクシィがいいんじゃないかなということで、おすすめしようかなと思っております。まあ、他にはデメリット、ミクシィはそんなに、まあ、これが圧倒的ですからそこまでないかなっていう感じですね。はい、では、そんな感じですね。まあ、ざっと全体像とじゃあなんでミクシィやるのかっていう説明が、ね、ある程度終わったので。ここからは実際にじゃあどうやって使っていくんですかっていう話なんですけどそんなに難しいお話ではないので、まあ先ほども言いましたけども基本的にあ、じゃあその前にまずでもこういうふうにねミクシィバナーとか別にないですね、ミクシィは基本的に。ここにプロフィール写真があって、ここに好きなものとか嫌いなものとかあるので、ね、基本的にはここにプロフィール。見られるのはほとんどプロフィールのみですね、ミクシィに関しては。特徴的なのは、プロフィールが全面にふんぷわってなってることですかね、ミクシィは。なんで、プロフィールの充実が、まあ、一番の仕事と言ってもいいぐらいですね、ミクシィは。ただミクシィのプロフィールもここに URL を貼ったりとか、アドレス、LINE とかここにこのメッセージこうパッと見た時にここにみんなここ見るところなんでここにこれを貼っているとプロフィール削除されます。ミクシィに関しては。だから、まあ、プロフィール、ミクシィのプロフィールは必ず URL とか絶対貼らないようにしてください。すぐプロフィール消されちゃいますし、ワンチャンス消されます、アカウント自体。消されるっていうか止まります。そう、規制がかかってしまいます。なので、これは必ず載せないようにしてください。で、まあ、プロフィールはね、なるべく長い方がいいので、基本的には。まあ、プロフィールの書き方はね他の動画とか他のセミナーでも結構お話はしてるんですけども、まあ、プロフィールを、ね、長く書いて、まあ、必ずこれは貼らないでくださいっていうことですね。で、まあ、だからこのプロフィールと写真ぐらいなんで、まあ、あと写真もね気をつける部分ではあるんですけども、まあ、プロフィールでいかにねここで、まあ、メッセージくださいぐらいだったりです。メッセージくださいぐらいだったら大丈夫なんで、まあ、これぐらいは入れてもいいかなと。なんかカフェ会興味ありましたら気軽にメッセージくださいとかね、プロフィールに書く分には大丈夫なんで、文字だったらね大丈夫ですから、まあ、文字書いたらいいんじゃないかなと思います。じゃあまあせっかく今日ミクシィなんで、じゃあちょっとプロフィールの書き方とかもちょっとやろうかな。プロフィールの書き方は基本的にプロフィールの作り方ということでちょっと変更しますけどもまずざっくり言うと過去現在未来ですね。未来じゃなくて今か。今未来現在と今同じか。過去現在未来っていうかビジョンかな。
なのでこの3段階で構成した方がいいですね。でもっと細かく言うと、まあ、過去そんなにいらないけど、まあ大学ぐらいのあたりからですかね。大学ぐらいのあたりから、まあ、社会人ですね。で現在は、まあ、もちろん社会人もあるんですけど、社会人で、辛かったこととかね、社会人で辛かったこととか、あとは社会人で辛かったこととかね、それを克服した今辛かったことを克服した今を、もしくはまだ克服してなかったら克服しようとしている今、したから、こんなに楽しい、まあ、もしくは、こんな、人生にとかね、なりましたっていうストーリーですね。で最終的に、これからはですね、これからはこうしていきたい、まあもっととかね、実績をやってもいいですし、ここでサラリーマンの時の実績を出したりとかね、まあ、表に働いてて、その例えばマーケティング部署にいてこんだけ売り上げ上げたとかね、それはまあ個人の実績じゃなくてもいいんで、会社の実績とか、僕であればラーメン屋でね、渋谷店と大宮店を立ち上げて売り上げちゃんと手に入れたとかね、そういう実績を出したりするとちょっと凄み出ますよね、あの社会人の時でも実績、経験、まあなければ全然そのこういう風に今まで過ごしてきて、まあ、そのこの会社に就職した理由はこういうビジョンがもともとあってとかね、そういう風にやってもいいと思います。だいたいこういう流れで作るとすごくいいです。でもこの辺で、まあ、基本的にそのプロフィールとかっていうのはこう昔今までこうでちょっとこう失敗をして、でその失敗した時にこういうふうに何かがあって、そこで克服した今があってすごいいいですよっていう、この V 字曲線がね、基本的にはストーリー性にはとしてはいいです。そうした方がなんか面白い人だな、この人みたいなね、波乱万丈だなみたいな人の方がやっぱ面白いじゃないですか。ね、普通に高校行って、普通に大学行って、そのまま就職して、まあ、普通に出勤して、そのままね、今たまにセミナー行きます。言われても、そうなんだみたいな感じになりますよね。なんかそういう人でもいいんですけども、まあ、そう見えないようになんかなんだかんだやってきましたみたいなね、結構いろんな苦労しましたみたいな、こんな面白いこともありましたってもう引っ張り出してね、
いっぱい引っ張り出して、こう書いて書いて書いていくと。で、まあこういうのを社会人でやって、ここの辺でね、一回落とす。一回落ちますよね。ここで一回落とした方がいい。僕の経験上もやっぱ何もない人でもやっぱ社会人あたりで落とせるんで、基本的に雇用されているって時点で結構落ちてるパターンなんで、あ、僕が言わせてもらってたんですけどまあ結構やばいっていうかね、あの大変な時期だと思いますんで、上司にね、なんかこう毎日こう言われたとか、毎日満員電車乗ってムカつくとか、死のうと思ったとかね、毎日酒見たりで何もやる気がない時があったとかねいくらでもできます、この辺はね、本当に。で、そこで、まあ、今ここにいる時点でね、もうこれは絶対書けるじゃないですか、こう何かしてますんで。なんでそれがあったけど、今はこうしていろんな人と一緒にいて学んだりね、勉強したりと成功を目指したりとかね、そういうことをしてるわけですから、まあ必然的にこうながら確実に書けるかなと思います。で、まあじゃあこれね、家帰ってやってくださいって言ってもなかなか難しいと思うので、今日ある程度ちょっと書いてみましょうか。今、はい、せっかくはい、あ、みんなできましたね、ありがとうございます。じゃあミクシーはアプリですね、アプリちょっとやってみましょう。今アプリ取ってちょっとやってみてほしいんですけど、で基本的にミクシーは1日100通ぐらい送れます。基本的にやったことあるんですけど、100通ぐらいやってました。あ、持ってやってました。手動だったらもっといけるのかな。じゃあ、あ、全部手動だったんで200ぐらい送ってました。あ、本当ですか、はい、じゃあ200にしましょうか。機械だとね、100までしかできないんですよ、はい、規制かかっちゃうんです。ただそれもなんで去年の話なので、今はとかちょっと書けないです、ね、じゃあ100から200にしておきましょうか。すいません。基本的にツールを使うとですね、自動なんですけど母数が減るんで、何でもそうですけどね、 Twitter のツールも Facebook のツールもありますけど、インスタのツールもあるんですけどね、基本的には半分以下になります、できる量が。他のサーバーを通してやってるんで、SNS 自体がね、なんか攻撃されてるスパムにみたいな感じで、こうやめろみたいになるから、ちょっと停止みたいなね、なるんですよ。手動でやってる分には結構、基本的には手動の方が多くできます、量が。あるのはメクシはメッセージ100通、200通ぐらいできますね。まあ普通にこれでまあ100、200をやって、で、まあ、帰ってきた人に対してまあメッセージをして、で、まあ会社に誘導するっていうだけです。はい、はい、で、ちょっとインスタ急いでやりますね。はい、ではインスタの使い方です。まあインスタはね、どっちかというとツイッターに似ていますね。あの簡単にあのアカウント作って、まあつぶやくみたいなね、基本的に文字出ないじゃないですか、インスタグラムって。使ったことある人、インスタグラム、あ、結構使ったことあるんですね。はい、インスタグラムは、まあ、写真メインでね、あの文字大量に入れるんですけど、あんまり見られないというかね、その基本なんか写真だけパッパッパッて見るパターンです。で、基本的にはやっていくのは、まあ、フォローとかね、いいねとか、機能としては、いいねとコメントとフォローかな、できるのは。いいね、コメント、で、まあ、いいねなんですけど、これね、ちょっと調べました。
24時間あ、実際僕もインスタグラムはねマスターしてるわけではないので、まあ、調べた結果と、まあ、多少の自分のねあの感覚をちょっとお話しますけども、24時間あたりにできるアクション数ですね、いいね1000、コメント250、フォロー300、はい、この数が24時間にアカウントでできると言われています。もちろんですね、あの他の SNS 聞いてる人は分かっていると思いますけども、基本的にアカウントによって違います。これは様々あのアルゴリズムがあって、ポイント制だったり、なんかそう Facebook だったらポイント制ですよねもらってるいいねの数とかによって、メッセージ送信とかは自分から友達申請を自分からするっていうのにマイナスの支出がポイントが出ますんで、マイナスになりすぎるとアカウントがロックかかってしまうとインスタグラムも、まあ、そういう感じでなってるとは思います。で、まあ、一般的にこんな感じと言われています。で、いいね、コメント、多分これはね、もう自分でやったら多分やばいと思うんで、まあこれはきついですよね。まずはだからこのフォローでいいと思います。フォロー、これはもうツイッターとかと同じですよね。自分でフォローしていって返してきてくれた人にメッセージ送信すると。インスタもあの DM できるんで、そうそう、だからフォローして帰ってきたらメッセージ送る、そしたら、まあ、できます。だから使い方のポイントとしては、だからまあ同じですよね。あの Twitter と、フォローして、帰ってきたらインスタグラマーになりたいんだったら、もうひたすらこれをやりまくってもう投稿しまくるっていうね。でもフォロワー増えたら、まあ、その LINE アットとかね、登録者が最低やるっていうパターンですよね。これは別に Facebook でも Twitter でも同じです。そう、どっちを取るかっていうパターンですけどね。だそっちの、なんかフォローとかめっちゃ増やして拡散したいのであれば、まあこういうとりあえずリーチしまくってとりあえず投稿しまくるだけで、とりあえず最初はやっていくっていうパターンなんですけど、まあ、その僕らにしてみればね、基本的にはその直接ね集客してすぐキャッシュにしていきたいというパターンですから、どっちかというとまあこっちの方がいいかなっていう感じですね。だからこっちやってたら必然的にフォロワー増えますんで、最終的に拡散パターンもできるというふうに、まあ僕は結構こっちはおすすめしてますけど、あのわけわかんない人フォローしまくってね、あの結局じゃあ拡散しようって言ってね、 LINE やって登録してくださいってシーみたいなねやっといいフォロワー5000人いったわみたいなね、じゃあ LINE を登録してくださいって言って誰も登録してくれないみたいな本当これ、ね、よくあることなんで、だったらまあこれで地味にやっていきながらフォロワー増やして、最終的に投稿したら、ね、こうなんか登録してくれたれるような関係性を築きつつ、影響力を増やしていった方がいいんじゃないかなと僕は思っていますので、まあインスタもね使い方は同じでいいと思います。まあね、実際インスタはなんか無駄にでもフォローとかされますよね、結構意外と。されますよね、なんかね放置してても。されますね。ハッシュタグで飛んでくるんですかね、あれ。ちょっとよくわかんないですよね、うん、僕もなんか一回ちょっとポチポチポチってやったことあって、今570人ぐらいフォロワーいるんですけど、なんかちょこちょこ増えますよね、インスタの中の謎に。だからもしかしてちゃんとやったらいいのかもしれないですよね、毎日のやつ。まあ、でも同じです。だからあの例えばブログとか Facebook とかやってる人はもうそれただコピペすればいいだけやね、インスタもついでに、うん、写真と文章をコピペするだけです。インスタなんか、ね、写真のなんかあのなんかこうかっこよくするやつね、あありますよね、フィルター、フィルター、インスタなんかあのフィルターがかっこいいみたいな、ね、あれがめちゃめちゃいい、いいらしいですよね。だからまあ今その逆パターンの人もいますよね。フェイスブックとかブログとか記事はこっちで書いて、
写真はインスタで一回上げたものを保存してインスタでやったやつを全部で上げるみたいな。へえ。そういうふうにやってる人もいます。かっこいいからね。そのパターンとかもあります。フォロー、あ、フォローです。フォローが例えばフォローが7500らしいです。すごい。フォロー、フォロー、はい、それでフォロワーですね。それに対してフォロワーが多分これが例えば5000とかで、この残りの2500を消去していかなきゃいけないってことですね。これツイッターと同じです。ツイッターも自分でバーッとフォローしていって返してくれた人に対して片思い、片思いの人は切ってくる。でやんないとインスタも増えないみたいなので、その辺だけ、まあ、多分ね、もう出てるんじゃないかな、インスタのそういうツールとかも探してみればあると思いますので、まあ、インスタに挑戦してみたい、挑戦してみようと思う人はね、やってみて結果報告していただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、セミナー、今回のセミナー以上で終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。